タイガー・バレットは2018年に公開されたインドのアクションスリラー映画。アフメド・カーンが監督を務め、タイガー・シュロフ・ディ・シャパタニが出演している。2016年公開のボギーの続編であり、同年公開のクシャナムのリメイクでもある。インド陸軍特殊部隊に所属するロニーは、大学時代の恋人ネーハから4年不利の連絡を受け取り、彼女に会うため、 ゴア州に向かう。そこでロニーは、2ヶ月前に、ネーハの娘リアが自動車ごと誘拐されたことを聞かされ、リアを探してほしいと頼まれる。ロニーは、自動車やウスマーンから車を借り、ネーハと共に、捜索願いを出している、警察署に向かうが、担当のクーテ警部は捜索の打ち切りを、ネーハに迫る。その際、クーテが彼女の体に触れようとしたことに激怒した、 ロニーは彼を殴り、警察署内で警官たちを相手に暴れ回り逮捕されてしまう。ロニーはクーテから拷問を受けるが、上官ランジーと大佐の友人である、シェルギル副総監によって釈放される。釈放後、ロニーはネーハの元に向かうが、彼女の都市エカルの弟で、薬物中毒者のサニーが現れたため、話を聞く前に部屋から追い出されてしまう。 ロニーはリアを見つけるため彼女が通う予定になっていた幼稚園や周辺住民に聞き込みを行うが全員からネーハに子供はいないと返答されてしまう。ロニーは新聞にリアの写真を掲載して情報を集めるが彼の元にはリアの父親を名乗る男が現れリアとされる少女は自分の娘だと告げる。シェイカルからも子供はいないことを告げられネーハは 強盗被害を受けたショックで PTSD にかかり、娘がいると思い込んでいると真相を告げられる。さらに、誘拐現場周辺の屋敷にある監視カメラの映像からも、ネーハの車に子供が乗っていないことが確認された。ロニーは、ネーハにリアは存在しないと告げ立ち去ろうとするが、部屋の壁にリアの身長を書き込んだ形跡を発見して、ネーハに事実を確認しようとする。 しかし、絶望したネーハはベランダから飛び降り自殺してしまう。彼女の自殺を捜査するローハ警視官は、ネーハの携帯通話記録からロニーに疑いをかけ彼を捜索する。ネーハを失い承知するロニーのもとに、ウスマーンが現れ、リアの行方を知らされる。彼は、麻薬の売人として、サニーと取引しており、その際にリアをアジトで見かけたと聞かされる。 サニーを見つけたロニーは彼を追跡するが、駆けつけた老派に逮捕されてしまう。ロニーは真実を訴えるが、サニーはシェルギルからの尋問の最中に銃を抜いたため射殺され、ウスマーンも口封じのために殺されてしまう。ウスマーンを殺した男から、事件の黒幕がシェルギルであることを聞き出したロニーは、彼のアジトに単身乗り込みて下たちを全滅させる。 シェルギルはロニーに重傷を負わせ、リアを誘拐させたのはシェイカルであること、その事実を利用して彼を脅迫し、麻薬の密輸に彼の所有する船舶を使おうとしていることを告げる。ロニーはシェルギルを殺そうとするが、彼は駆けつけたローハに殺され、ロニーはランジートに保護され、リアも救出される。ローハは逮捕したシェイカルを尋問し、リアが彼の娘ではないことを聞かされる。 ロニーはリアが自分とネーハの間に生まれた子供だと気づき、リアを引き取り二人で暮らし始める。タイガーシュロフディ・シャパタに2017年5月1日、タイガーシュロフは自身のツイッターに映画のポスターを投稿した。当初、女性の主要キャストにはジャクリーン・フェルナンデスとクリティ・サノンが検討されていた。しかし、2017年6月にシュロフとのスクリーンテストを経て、 ディシャパタニが主要キャストに起用された。シュロフは香港でアクション監督のチン・シュードンから格闘技のトレーニング。パタニはアクロバットのトレーニングをそれぞれ受けた。7月にプラティーク・バー・バルが悪役に起用された。2017年8月8日から主要撮影が始まった。最初にムンバイのセットで歌のシーンを撮影し、終了後に プネーの大学キャンパスで撮影が行われた。この他に、マナリ、ゴア州、ラダク、中華人民共和国、太陽国でも撮影が行われた。2018年2月21日に予告編が公開され、3月30日にインド3500スクリーン、海外625スクリーンで映画が公開された。公開初日に2億5100万ルピーの収益を上げ、 過去15ヶ月間で、タイガー・ジンがハイ・グルマル・アゲーンに次ぐ3番目のオープニング成績となり、アクション映画としては7番目の記録となった。公開2日目には、前日比20%減の2億400万ルピーの工業収入を記録し、2週間後には、国内工業収入19億320万ルピーを記録した。海外市場では二週間で四億七百六十万。 ルピーの興行収入を記録した。ロッテントマトズでは7件のレビューが寄せられ、支持率29%、平均評価4、10となっている。ラジーブ・マサンド・アニ、5の星を与え、映画制作者たちがアイデアのポテンシャルを浪費していることを思うと、タイガー・バレットに不満以外の感情を感じることはできない。2016年のヒット作、クシャナムのリメイクは、 血管のある脚本によってダウンし、率直に言えば、アフメドカーンは、ミスディレクションだったと批評している。ヒンドースタンタイムズのロヒットバスは1、5の星を与え、それは何をしたいのかわからないひどい脚本です。ランボーのトレースを追いかけ、ダムマーロダムのバトンを取るところまで全てのトリックを、試し、脚本はそれを悪化させたと批評している。 インディアンエクスプレスのシュブラグプタは2.5の星を与え、脚本を探し求める、フルマサラ映画の問題は、上映方法によって明らかです。その骨格は、テルグスリラー、クシャナムからの借り物ですが、中身は、ボリウッドですと批評している。ザ・タイムズ・オブ・インディアのラチットグプタは2.5、5の星を与え、アクションシークエンスは滑らかに見えるが、完全に、 不必要で課題すぎるように感じられる。アクションとスタントでストーリーを印象付けようとする試みがうまくいっていないことは残念だと批評している。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーはに5の星を与え、タイガー・バレットは純粋な映画というよりも2時間30分にわたるスタントショーです。心と精神のどちらも上腕に通すや、 鉄拳の攻撃から生き残る術はありませんと批評している。2018年2月19日、ボギーさんの制作が発表された。監督のカーン、プロデューサーのナディアドアーラー、主演のシュロフは続投し、同年12月から撮影が開始される。ありがとうございます。